シリバスが10点満点を出しています。さあ出ました、ソビエトのエースシュノワ、19歳になりました。高さも十分。なんか貫禄が出てきましたね。そうですね。でも今回は少し髪の毛もまた少し切ったりしてちょっと若々しく見えますね。はい、ルーマニアのシリバスがこのゆかでは10点満点を出してますんでね、ちょっとのミスも許されませんね。そうですね。147センチ41キロ、去年の世界選手権個人総合第2位のこのシュノワです。種目別このゆかでは優勝を飾っています。最後も決めました。シノワがどれぐらいの点を出しますか、ね、場内が沸きますが、まあ、どちらかというとシリバス選手の方がなんか人を引きつけるような魅力があったような気もしますけれども、なるほどね、はあ、シノワ選手もかなりもう慎重に確実にこなしてますから、はい、まあ、引くところはなかったですね。着地の乱れは全然ありませんでしたし、この体のこう引きですか ね、素晴らしいですね。審判がどういうところに差をつけるかで同点になるか、はい、出ませんね、9.90 です。10点は出ませんでした。 9.90、 ソビエトの選手はこれで床が 9.90 が3人ということになります。10点は出ませんでしたが、まあ、ほぼ完璧に近い演技と言ってよろしいでしょう ね。 そうですね。シュノワの演技は 9.90、 まず好スタートを切りました。このシュノワ1種目目の床が終了しました。